先生二尺横集団は、中国、西安市に本拠を置く自動車メーカー。軽自動車、バス、トラック、軍用車両、特殊車両、車軸などの開発や製造を行うほか、カミンズ製エンジンのライセンス生産も行う。また、中国人民解放軍向けの大型車両に関する主要サプライヤーであり、50年にわたり、軍用車両の研究開発と製造も手がけている。 グループは1968年に設立された先制自動車工場が前身となっており、2020年時点で従業員数は2万8000名を数え、資産総額は590億円であり、自動車製造、運輸、研究開発の3つのコアブランドを抱え、6社の主要市会社の他に100を超える関連市会社で構成される。1964年、 戦争と飢餓に備えることを主な目的とした中華人民、共和国国家計画委員会によって計画された大規模な国家インフラストラクチャ建設計画である参戦建設に基づき、中国第二自動車製造工場、四川技車製造工場とともに、先制自動車の設立が国家計画委員会に承認されたことで開始され、先制自動車は、先制省、法啓市の基山県に、 工場の建設が行われている。1968年2月28日、先制自動車の準備事務所が開所しており、この年の6月に第一期解所自動車局主導により、北京自動車製造工場、南京自動車工場エンジン支店、甲州自動車エンジン工場3社による、先制自動車の主要製造ラインでの製造に関する契約が取り交わされている。また、 行員に関しては、北京自動車と南京自動車から、先制自動車に対して1100名の人事移動が行われている。これにより5トン積みの軍用不正地向けトラックの開発を開始しており、12月に SX255 トン積み不正地トラックの試作車が完成している。なお試作車は、その後、中国の各実験施設での廃棄が行われている。 1969年に製造を開始し、試作者である SX250 は1970年12月26日に軍に対し納入が行われており、その後4回にわたる試験や改良が加えられ、最終的に1974年に完成している。1975年には工場のすべてが完成したことで民間向け一般車両の開発も開始しており、 1978年に工場の検査に合格したことで本格的な稼働が開始されている。その後、13.5トン積みのトラックや12トン積みのダンプトラックなど次々と車両開発を行っている。1985年12月にオーストリアのシュタヤ・ダイムラープフからシュタヤー91の製造に関する技術供与を受けたことで現在の西安に 組み立てと車体製造に関する新工場の建設を開始しており、1987年に製造が開始されている。1988年6月3日、先制自動車工場から先制自動車本工場へと解消を行っている。海外市場ではトラックはマンと協力したことで、双方の名称から万ブランドとして販売され、バス車 C 市は ユーロスターバスブランドとして販売が行われており、車両製造に関しまんの他に、マグナシタイヤの技術なども導入されている。ありがとうございます。